show. お疲れ様です、うなさんです。今日は10月の26日です。前回の動画が10月22日で出しているはずなので、まあ、4日後っていう感じの Vlog なんですけれども、10月23日のレッドイングケアデイをお知らせする動画と、欧州の方のレッドイングの新作ですね、アイアンレンジャーのオロレガシーレザーを使ったもののお話と、まあ、何を買ったかっていう話をしている動画だったんですけど、その動画の中で 1930S スポーツブーツ と、ブラックスミスのカッパーラフ&タフの在庫状況についてお話をしているところも少しありました。はい。で、1930S スポーツブーツのブラックプレーリーのバージョンですね、8075の方に関しては、EC サイトから消えてしまったんですよねっていう話をしました。なかったんです。ただリターンレザーを使った茶色い方の革の方に関してはアウトレットの方に上がってました。それと加えてブラックスミスのカッパーラフ&タフの3343のものに関しては、サイズがないんですよ。まあ、現在も US8.5 以上のものしかないので、まあ、僕には大きいんですよね。ということもあったので、国産ブーツをね検討しますよっていう動画にしたんですけれども、その10月23日僕大阪の出張に行ったんですね。でその時に、まあ、ちょうどたまたま仕事が早く終わったこともあったので行ってみようと、ルクアイーレ店ですね、梅田のルクアイーレ店に行ってみようということで実際行ってきました。で行きまして、あの在庫状況も確認してきました。でそうするとちょっとまあいろいろ驚いたこともあったのでお話しようかと思ってます。で結論から言うと 1930S スポーツブーツは、今ですね EC サイトの方で、アウトレットに上がってます。ブラックプレーリーの8075の 1930S スポーツブーツは EC サイトに上がっていて、アウトレット価格の税込み3万30円で買えます。急いでください、買いたい方は急いでくださいね。はい、ルクアイーレ店ではあの 1930S スポーツブーツの在庫の状況とブラックスミスの3343の在庫状況を聞いたところ、このブラックスミスのカッパーラフ&タフ3343の方はありました。で実際試着もさせていただいて、まあ、非常にかっこいいなって感じたんですよね。で買おうかと思ったんですけど、その 1930S スポーツブーツがどうしても試着できてないのでどうしようかなっていうのと、やっぱもしこう引っかかってるところっていうか、まあ、実際 1930S スポーツブーツは多分今回買わなかったら、このターンで買わなかったら多分廃盤になる、まあ、なくなるんじゃないかっていうところもあるので、まあ優先度は 1930S スポーツブーツの方が高いです。でそこで在庫を確認したところ、なんと朝まであったって言われたんです。そう、レッドイングケアデイの10月23日の朝までありました。で全部、送ったそうです、 EC サイトの方に。はい、そうだから僕が見たタイミングで 1930S スポーツブーツの黒のバージョンがページから一瞬消えたのも多分そういう関連だったそうなんですね。なので全国の店舗からですね 1930S スポーツブーツの在庫が EC サイト側に全部集まってるそうです。はい、なので皆さん 1930S スポーツブーツ気になっていた方、早めにお買い上げください。このタイミングで全てが EC サイトに集まって売られてます。はい、そんな感じだそうです。これがからくりでしたね。そうで3343 の、 ブラックスミスのカッパーラフ&タフの方もお店にはあったので、一概にその EC サイトの在庫状況が全て全国のね
在庫状況と完全にイコールかと言われたらそんなことはないとは思うんですけれども、やっぱりこう地方に住んでいる僕らからすると EC サイトの在庫状況がまあね、頼らざる得ない情報だったりするので、まあまあまあそういう感じだということは踏まえて、EC サイトを見つつ、実店舗が近くにある方に関しては実店舗の方に行って在庫を見ると、気になっているものに関してはまだまだ店舗の方には残っていたりする場合もたくさんあるので、覗いてみてくださいね。正規代理店の福岡のフットロックさんの方にはもう僕が履けるサイズに関しては全くないので、8とか8ハーフ以上しかないと言われていたので、その辺はねやっぱり地方だったりその店舗の在庫状況っていうのはわからないので、まあね、僕ら地方民はやっぱり EC サイトに頼らざるを得ない状況ではあるかと思いますので、レッドウィングジャパンさん頑張ってください。はい、っていう感じでした。はい、She left her body in Harvard above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. まあそれとまた面白いなと、逆に面白いなと思った情報が、EC サイトでないものがそのルクアイーレ店に置いてました。これです。はい、ミルワンコングレスブーツはありました。で僕もマイサイズ試着させてもらったんですけれども、履き口が狭くて本当に履けませんでしたね。かっこいいんですけどね。でなぜこれが店舗の方で売られてるかって言ったら、やっぱり履き口がかなり狭いので、EC サイトで販売して、アウトレット価格なんかで販売して、ね、大量に売れちゃうと結構返品になっちゃうようなケースが結構多いみたいですね。履けないよっていうケースが結構多いみたいで、まあ靴によっては、実店舗も EC サイトにも置いてあるものもあるし、 EC サイトにしか置いてないものもあれば、逆に実店舗じゃないとこうね、実際履いてもらえないと難しいブーツもあったりすると思うので、状況によると思いますけれども、いろんなものを見たり試していただきながら、ネットでも実店舗の方でも、お問い合わせいただくといいのかなと思いました。はい、じゃあ193までスポーツブーツはなかったから、その3343のブラックスミスカッパーラフ&タフの方を買ったのかっていうとですね、そこ迷ったんですよ。1930スポーツブーツ履いてないので、で悩んでたところ、その店員さんの仕様のものをそれを履かせていただきました。セブンだったんですけどね。で写真も出てるんで、これはどれぐらい履かれてますか。これは2年ちょいぐらいかな。あ、やばい、ちょっと待ってください。履かせてもらって、どうしよう。かっこいいですね、でもやっぱり。かっこいいです。なので、かっこいい感じでエイジングしたものをもう履っちゃいましたね。履きました。なので、どちらかを買います。はい。買わせていただきます、どちらかを。なので、次かの動画で、どちらかを買ったという報告の動画出しますので、ぜひ、お楽しみにしていてください。はい、いろいろある店舗で試着をさせていただいてもらってる中で、お一人の店員さんが近寄ってきてですね、うなぶろを見てます、いつも YouTube 見てますって言われて、ちょっと待って、マジか、もうなんか申し訳ないですっていう話をしたら、ここにいる店員さん全部見てますよって言われて、ちょっとね衝撃でしたね。まあまあ、その恥ずかしいやら嬉しいやらっていう感じだったんですけど、その時間にたまたま店舗にいらっしゃったお客さんがいらっしゃってですね、そのお客さんもうなさんですかって声かけていただいて、ね、まあありがたいです。はい、嬉しいですね、本当にそうやって声かけていただけるってことは。はい、
あのもしどこかの店舗で見かけた際にはあの知った激励してあげてください。ありがとうございます。はい、その声かけていただいたお客さんもですね、あのエンジニアブーツを履かれていたんですね。多分このモデルだと思うんですけど、非常にかっこよかったですね。あの僕どうしてもビジネスと兼用で履くことをやっぱりどうしても前提にするので、つまりこうエンジニアブーツってまだ少し遠い存在だなと思ったんですけど、まあ、あれを履くっていうのは一つの革靴好きとしての一つのまずその、エンディング、まあ、マルチエンディングですよ。革靴好きってマルチエンディングなので、革靴好きってマルチエンディングなのではいどういうことそのね、一つの、トゥルーエンドとしてのエンジニアブーツだと思うんですよ。この6インチブーツを極めるっていうのも一つのトゥルーエンドだと思うんですけど、そのお客さんはおそらくそのエンジニアブーツ、ライフスタイルには合ってるんでしょうね。あの格好もそんな感じで非常にあのお似合いでした。はい、でそのそういう意味では僕はまだそこのブーツを履くようなライフスタイルではないので、あの無理やりそのなんでしょう、エンジニアブーツ持ってないから買うってことはないんですけれども、まあいつかは履いてみたいなと思わせていただきました。はい、本当にありがとうございました。はい、以上ですまあね、どんどんとあのレッドウィングのお店にね、あの行きづらくなっている状況もありますよ恥ずかしい、はっきり言って恥ずかしい。でも声かけていただくと本当嬉しいですね。はい、あの引き続きうなぶよろしくお願いします。チャンネル登録高評価をお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。じゃあね。